こんにちは、こんばんは、葵です。今回プレイしていくのは聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝ということで、今回は7回目になります。それではレベル16の方ですね、行きましょう。はい、前回はですね、ワッツ、おなじみのキャラワッツを仲間にしてミスリルをね手に入れたところですね。あのボス戦もやりましたね。なんだっけ、敵のボスキャラの名前、なんか名前忘れちゃったな。なんか忘れちゃった。アンクヘックだ。ちょっとウニョウニョしたねやつを倒しまして、その続き、帰ってきて、あのワッツがね後から寄ってくれと言われたんで、このドワーフの洞窟かな、ここまで来ました。で、行きましょう。ここでいいよね。そう、ドワーフたちの住む洞窟。ここに寄れと言われたんで、ワッツが、いると思うんですが、飛行艇は西に飛んで行ったよ。でも、西の大陸に行くには、ガイアの洞窟を抜けなくては、そう、その飛行艇に、その、マミクルがね、マナの一族のね、マミクルがヒロインですね。さらわれまして、もう、彼女を助けに行くところなんですよ。ワッツがこれから真面目に働くって言ってたよ。結構真面目じゃなかったんだな。なんか、フラフラしてたもんね、あいつ。なるほど。で、ワッツは？ワッツ？ワッツさん？あ、ワッツだ。さっきのミスリルで武器や防具を作ったよ。これを装備すればガイアの洞窟も抜けられるよ。あ、店買えと。あ、鎧、盾、ブレード。結構なお値段だけど。お金はガンガン溜まってったんで、余裕で買えません。全部買おう。鎧、盾、そして、ブレード。ミスリルシリーズ全部だね。鎧、盾、ブレード。これ武器だよね。あの、ミスリルの兜がない気がするんだけど。ミスリルシリーズとりあえず。じゃあ装備しましょうか。じゃあ装備。もう一回仲間に来てくれんかな。ミスリルブレード。攻撃力は25から31。あ、すごい。鎧は防御は28から31。上がった。ミスリルの盾は、これは何か性能がアップするみたいな感じなんですよね。防御そのものが上がるというより。これでいいか。でもやっぱり、兜がない。よし、じゃあ、売っ払っちまおう。なんか邪魔なものもいっぱいあるんで、売っちゃおうか。ポーションとかいらないよね。売る。ケアル覚えたんで。マトック1か。マトックも、売ろう。よし。いざって時マトックないと困るか。あ、砂金袋も売る。いらないものはとにかく、ワッツに押し付ける。お金はそんなにいらないんだけどね。鉄の時も売る。これでだいぶ、ダイエットできたんじゃないかな。結構減ったね。これで、ゆとりができた。モグラのヒゲを何に使うか未だにわかんない。あと4枠ぐらいあるね。そっけ。で、ガイアの洞窟に行けば、いいってことですかね。ちょっといまいち、ガイアの洞窟とは、古代の怪物が化石となった洞窟。前聞いたんだけど、ミスリルは鉱物だったって言うけど、変わってるね。あ、それでミスリル装備をつけていくってことは、鉱物だから食われるんじゃねえか？ワッツがミスリルで道具を作ってる。売ってるそうだよ。なるほど。よし、じゃあ。ガイアの洞窟は、北の方に。北の方っていうか、どこだったかな？ちょっと、ふわふわしてるんだけど。じゃあ、とりあえず。ほら、あれ？久しぶりに剣を使う。まん丸ドロップいらない。どこだったかな？確かね。あ、これが、
こっちに多分行きたいんだけど、こっちの片割れがね、確かに、あった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 、ここだ、ここですね。ここでペッて測れたんですよ。今度は測れない。これ、ちょっと使いにくくない？よし、お、飲み、飲み、飲み。飲み、よし。これは、ちょっと。よし。でも、やっぱり、攻撃力が強いんで。おい、おい、痛い。あ、痛い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 。おい、おい、おい、おい。ジャンプ力がすごい。ちょ、地形を無視してくるのやめてほしいな。あれ？閉じた。何これ？何これ？あ、いた。あ、通過するとこ、開くみたいな。雲！てか、ちょっと、剣使いにくくない？いや、これぐらいならさ、多少、攻撃力が下がってもチェーンフレイルの方が、うん。届くしね。安全に攻撃できるよ。ん？待て、おい。誰？ん？誰？あ、ボガード。なんだっけ。ジェマの騎士のおじいさん？ちょっとボケたふりしてた。ボガードすまない。マミクのグランスに取られてしまったんだ。さらわれたんだ。話はシーバーから聞いておる。あ、じいさん仲間の、うん。井戸端会議友達？お前のせいではない。ジュリアスは、いろんな術で人を騙すのを得意としている。今後も気をつけるんじゃな。騙されたぜ。うん、仲間として一緒にね、働いたこともあったんだよ。あいつ、ジュリアス、騙されたよ。マミクロを乗せたブランスの飛行艇は、補給のため、北の湖に停泊しているそうだ。北の湖。わしも、お供しよう。急げ。あ、ついてきてくれるの？あ、ついてきてくれるわ。あ、じゃあ、相談で何してるの？ジェマの騎士は精神力で武器の能力を最大限に引き出すことが可能なのじゃ。おう。うん。パワーを最大まで貯めてみ。きっと今までとは違う効果が見られるだろう。あれ？それだけ？ん？アドバイスかい？あ、なんかすごい。密集してるわ。密、密、密。密になってる、密になってる。ちょっと、密、密、密。ちょっと、そこ届かないんだよ。しょうがねえな。ダメだね、これ。木こりするか。こっちから行こう。やっぱ強いよ、これ。リーチやった方がいいよ、これ。あ、ちょっと待て。これ、サハギンじゃない？よく聖剣出てくる。半魚人みたいな。サハギンでしょ？やっぱりこの頃からいたんだ。ちょっと感動。森持ってたからサハギンだよね。当たんない。ちょっと、ボガード。攻撃する気ねえな、あいつ。やばここ意味ないな、ここ意味ないな。行って。サハギン。サハギン。サハギン。ちょっとサハギン。サハギン。再会できて嬉しい。あ、てかあいつ、ハリモグラじゃなくてハリネズミだ、ソニックみたいな。モールベア！モールベア！確か聖剣3にもモールベアの光源とかあったもんね。いたんだ！あ、危ね、危ね。今のはなんだろう？マンドラゴラみたいな。てか、モールベアがいたってのが、うん、感動ですね。あと、サハギンも。あ、モティさん。前回、モフィーさんとか言ってたけど、モティさんが正解ですね。あ、休憩所。よし。休もう。よし。じゃあ、木こりする？ちょっと待って。安全なところから。
ではあれは、あれは、あれ無理やね。あ、いかにもな場所がありますけど、どうしようかな。こっち行くぐらいなら、あの、さっきの宿泊所の木こりをしたいね。モールビア、モールビア、モールビア、開いて。やってくれるで、モールビア。これ、ち、これ、盲目だよね。今のはほっといても治るから、大したことないよね。よし、じゃあ、木こり。間違えた。バトルアックスで、木こりしよう。え、もう一回。やっぱ最強はやっぱり、チェーンフレールでしょう。ほら、これができるんだもんな。モールビア。モールビア。モールビア。よし、こっち行ってみよう。はい。ちょっと当たんない、当たんない。当たんね、当たんね、当たんね、当たんね。よし。当たってる？大丈夫ね。よし。あ、小屋だ。強くない？レベルも上げたいし。よし。まんまるドロップいらない。ここなんだろう。行きましょう。武器屋だね、この。このマークは。よし、買おう。あ、来た、ミスリルの兜あったじゃん。これでミスリルシリーズは、まさかこんなところに。ワッツが売りに来たんじゃない？小遣い稼ぎに。買う。魔法の薬。マトック。マトック。マトック買おうか。もう一個。うん。で、さらに、魔法の薬って、多分魔法 MP 回復だよね。買っちゃおう。結構高いっすね。で、買いすぎたんで売ろう。ポーション、ポーションいる気がしないな。ポーション売っちまおう。売ろう。金の針、マトック、目薬、まんまるドロップ。まんまるドロップいらない。いらん、いらん。絶対いらん。枠を取るだけ。まんまるドロップも売る。よし、これで、すっきりしたいよね。うん。これで、随分、ちょっと枠を開けすぎたか？こんなもんでしょう。3枠開いたんで。行きましょう。で、どっち行こう。この、結構、結構、結構、おぉ。やったね。レベルアップ。レベルが、戦士タイプでいいか。基本戦士タイプ。オッケー。こっちは、あ、こっちはあそこだ。うん。そのまんまこっち。北のあの、いて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 。行っちゃおう。サーファー銀、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 サーファー銀。これ、木こり、しよっかなと。ダメか。なんか、杭みたいな。ちょっと待って。ファイヤーで。スモークみたいなのがいる。これは積んでるね。やっぱ木こりだね。木こり必要だね。うん。バトルアックスで、ズバッ、ズバッ、ズバッと。おぉ。これ、あ、そっか。もう一回、あいつ。よし、オッケー。渡る一択だよね。チェーンフレールで。オッケー。遠くないかこれ。あれ？いや、無理っすよね、これ。一枠足りない。え、どうすんのこれ。ちょっと待って。
相談だけだもん。アドバイスだけどな。これで。あ、いけたわ。あ、わかった。あ、そういうことか。ジェマの騎士の今の、アドバイスがこれ効いたんだ。これ、下のゲージ溜めて、溜めると、ワンブロック余計ね、遠くに行けるんだ、これ。だよね。これ戻っちゃダメだ。うん。3ブロック普通、3ブロック分進めるところを、4ブロック進めるってことだよね。うん。このさっきのボガードさんのつぶやきは、伊達じゃなかったってことだよ。ごめんね。ただのアドバイスかいとか言っちゃったけど。ちゃんとしたアドバイスっていう。うん。さすがエニックス。なんか文句言ってたの誰だ。よしよし、いいよ。あ、ちょっと危ない。もう一体。こうして、あっちは多分帰り道というか、だね。サハギン、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 よし、オッケー。うん。思いのほかやられてないですね。こっちが帰り道。あれ？これ？もうこれ飛空艇じゃない？だよね。てか、戻れないんだけど。一択か、これ。だね。おう。飛空艇ですよね。じゃあ、ちょっと待って。マトック。はい。あ、ダメか。ダメだった。魔法にしとこう。ファイヤーつけて。あれ。こっち行こうか。いや。こっち行くと、ちょっと待って。反対側ちょっと気になる。どっちかというと、行き止まりをまず探す作業からですね。うんうん。あ、通れない。で、よし。砂金袋。ちょっと、今度はお金方になってきたね。これ、味方だな。味方というか、人？船の中の独房には女が一人いられている。マナの秘密に関係あるらしい。どなた？普通に人だな。ここで働いている人じゃない？うん。あ、ちょっと、やば。ボガードさん、魔法使えないんだね。うん。旅の男、旅の男に化けてたジュリアスがいかに有能だったかがわかるよね。あいつの強さはやばかった。なんこれ。あ、効かない。やば。今、すげえ強かったね。よし。消費しすぎたね。これは、ちょっと、多分お化けだからこれ。ダメだよね。逃げようか。またこれ、人だねこれ。エンジンはもうすぐ回復するそうだ。お前もそろそろ、持ち場につけ。やっぱり。あ、船員だと思ってんだ。これ飛空艇だからね。ほっとこうか、これ。見てる。ほっとこう。うん。お。
パンプキン。ちょっと。パンプキンと袋。ちょ？上がるか。上がるならちょっと、やめとこうか。お、なんか、なんか密集してる。飛んできた。飛んできた。すごいすごい。超えてきよった。今回一番役に立ったあの、ボガードさん。何も聞いてないぞ、ボガードさん。あ、いて。これは？お、困ったな。さっきのところとどっち行こう。下でしょ？この船の指揮官は魔導士のジュリアス。しかしその素性を知る者は少ない。なるほど。あ、こ、トゲ。まあ、こっち行ってからまた戻ってやるか。ちょっと待てな、これ。ゾンビか。すごい探索しがいがある。鍵はかかってる。ちょっと待て。ちょっと、ボガードさん、喧嘩を売るな。あ、ちょっと、やばい。ボガードいけ。やべえ。ボガード。いけ。よし。ポーションか。こういうとこ止まれたらいいんですけどね。あ、止まれた。あ、やった。無料宿泊所だ。休憩所。ただし、あいつらを倒してからという感じですかね。鍵持ってるんで、ガシャッと。あ、ここはもしかして寄り道じゃなくてこれ。マミク、助けに来たよ。あ、なんか音バグってない？再会の挨拶は後じゃ。いや、これバグってない？船が出るぞい。船が出る。あ、これ波の音かな、これ。いや、船の動く音だ、これ。この扉は頑丈な。飛行艇だから、うん、波じゃない。あの、プロペラの音だね、これ。うん、中の機械の音だね。この扉は頑丈すぎて。あ、違う、マミってるの、これ。開かないわ。窓はどうじゃ。窓は？なんとか、出そうよ。危ないな。外から窓。待ってろ、マミってる。気をつけてよ。寄り道じゃなかったの？じゃあ、行きますか。ちょっと、大丈夫？うん、気をつける。行きます。わしはここに残って、マミクルを見てよ。いや、ついてこいよ、このじじい。行ってきますって。いや、お前ついてこいよ。見てたってしょうがないよ。お前、なんならお前が変われよ。ダメだな。やっぱり船の音だったんだね、今の。じゃあ、そうね。うん。また一人の、おいて。ダメだな、これ。すぐしようか。今のやつの丸いやつ、すごい痛いんだけど。こっちだね。あのボガード。あんの野郎。女の子を見守ってよ。ちょっと。どういうこと？あ、また。子供だったジュリアスはグランスの滝壺の裏の洞窟に捨てられていたんだ。あ、そうなの？洞窟は凍るような寒さで、シャドウナイトに発見された時は、仮死状態だったそうだ。そうなんだ。ようやく生い立ちが語られるというか、危ない。なんか、ちょっといっぱいいるな。あ、待って。装備してないね。違う。待って。ファイヤーつけとこう。ファイヤー！
いていて、おお、毒と同時にレベルアップ。やっぱこれ魔導士と交代で、オッケー。ちょっとちょっとちょっと。邪魔なんだよ。オッケー。どっち行こうかな。とりあえず空いてる方。あ、またややこしいのが来たな。上と下にある。あ、ちょっと。あー、切り替えちゃった。こっち行こうか。あれ、ちょっとややこしいな。いて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 。死ぬし。OK、あれで。よし。ファイヤーつけとこう。危ないよ。また穴か。また、いや。また、地下でしょ？困ったよね。マトックいらないな。こっちは？あ、さっきのとこだ。さっきのとこね。ちょっと降りてみようか。おい、いて。うん。邪魔だな。邪魔なんで、おい。まあ、スルーでいいか。ローパー。よし。お、これ、どうしようかな。じゃあ、マトックで、壊す？ほら。ああ、やっぱり、繋がってたんだ。じゃあ、これでいいか。もう一回壊して、こっちですかね。行きましょう。あ、また甲板に出た感じだね。うん、オッケーね。あ、ちょっと待て。ファイヤーつけとこう。よし。こっちダメだね。さっきいたんだけど切り替えるといなくなる。あ、ちょっとお前ら倒さなきゃ進めんな。これ OK、 もう重くなった。スモークかガスとか知らないけど痛いなぁ。こっちは何もなかったね。あ、やべ多いな、多いな、めっちゃ。でも、ちょっと、危ない。全部やっつけてやる。危なかったね。これ、アイテム使おう。ポーションでいいか。もう一回、よし。MP 枯れてきた。入れない。あ、あれ、マミグルだ。回り込んだんだね、要するに。よし。さあ、逃げよう。あなたにペンダントを渡しておくわ。いや、なんでそんなこと言うの？なんか、またさらわれるみたいな言い方だよね、これ。お、ジュリアス。そうはさせんぞ。来た。来な。バカ。あー、はは。落ちちゃダメよ。いや、ダメだ。僕は、落下属性持ちなんだ。落ちるだろ？ダメだって言ってるもんな、まあ、そもそも。ピュー。情けない。なんじゃ、天から人が、降ってきよった。生きとるぞ。うん、まあ、主人公だからね。滝から落ちても死なない。屋根がクッションになったんじゃ。葵？葵ね？誰？なんじゃ、お主の知り合いか？姉さん！じゃないか。葵、しっかりして葵。あれ、生き別れの姉さんが。アマンダ！アマンダって冒頭で剣闘士で、ね、奴隷で戦ってた時に一緒にいた、女性の奴隷の人ですよね。青い、久しぶりだね。無事、
逃げ延びてきたんだね。嬉しいよ。アマンダもか。グラウスの奴隷だった頃を思い出すよ。でもね、あたい、ごめんよ。ごめんよって。ん？ここは？ペンダントがない。アマンダか。アマンダの記憶がかすかにあるが、あれは、夢か。夢じゃない。取られたんだな、これ。アマンダは、グランスの奴隷だったのが、グランスの兵士になったってことじゃない？どうだろう。もう、ふて寝しよう。ダメか。新しい村ですかね、これ。みたいですね。よし、じゃあ、話しかけずに、今回はね、ここで締めたいと思います。なんかまた世界が広がった。アマンダは一体何なんだ？それでは、ご視聴ありがとうございました。